はい、どうも、小橋です。さあ、突然ですが、この時代の流れなのか残念なお知らせなのかもしれませんが、なんとなんと小橋のフレンド枠が4枠空きました。で、今ね、このね、52名の方がね、毎日ログインされてる方で52名の方がね、小橋フレンドの申請を上げていただいてるんですけどね、ちょっとね、どなたを承認すればいいかね、悩ましくてね、迷ってます。で、そこで思いついたのがね、この動画を見ている方を優先的に案内したいと思いますので、ね、この動画のどこかでね、フレンドさんになりたい方、その方法をね、お知らせしますので、ご覧ください。チャンネル登録よろしくね。はい、この1週間バタバタと、本当滞在時間下手すら24時間とかでね、いろんなチームの方にね行かせていただきました。ちょっとその旅記録のお話をさせていただきますね、今日は。はい、まずは、登場回数が多いね、P さんが、リーダーやっているチームですね。ナチュレって呼ぶんでしたっけね。当初は予定なかったんですけど、マーミさんがね、ちょうど今週1週間はね、ナチュレに遊びに行くってことでね、それも含めてね、込み込みでね、寄らさせていただきました。まあ、結果このチームで何もできなくてね、ピースケからね、ただ小走り動画を宣伝しに来た人みたいな感じで言われてしまいまして、ごもっともだったんですけどね、楽しく過ごさせていただきました。ナチュレチーム皆さんよろしくお願いします。はい、続いてですね、あれ、桜井さんは、あれ、ひらでしたっけ以前ね、動画でも紹介してね、留学に行った夢の大冒険チームですね、第3、ミサユさん含めね、皆さんね、小橋の弟子のメイさんであったりね、何かと共通点が多く、そして小バレンにね、いつも参加してくださる桜井さんがいらっしゃるね、桜井さんつながりで、このチームとね、出会ったんですけどね。現在ちょっと募集は行っていませんっていうところなんですけどね、すっごい温かいチームなんですよ。もう温かさはもう本当、小橋もね、なんだかんだいろんなチームに行かせてもらってるんですけどね、温かさで言うとね、すごく上位なんじゃないかなっていうふうに思うチームですね。本当に、オートとミサイルさんおっしゃった。いつもね、楽しい思いをね、させていただきます。今回も本当滞在時間短かったのにね、また楽しくね、過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。すいません、ナチュレチームの皆さんはいいねを押してなかったのに。皆さんよろしく、今後ともね、よろしくお願いします。はい、続いてね、言わさせていただいたのがね、ずっと長いフレンドさんのね、ファミリアさんであったりとか、あとは、コバ大にもね、留学に来てくださったムクさんですね。あと本当はもう一人ね、フレンドさんがいらっしゃったんですけどね、ちょっとね、もうね、どのくらい前でしたっけ、引退なされたっていうこともあったんですけどね。ただね、ムクさんもね、来ていただいたとき。その時ね、本当はね、交換の予定だったんですけど、交換留学の予定だったんですけど、ちょっとこちらからね、行くことができなかったので、
まあ、今回小走りね、本当もう本当一日だったんですけどね、寄らさせていただきました。うん、ありがとうございますね。ファミヤさん、ムクさん含めね、今後ともね、よろしくお願いします。現在メンバー募集中ってところで、まあ、木曜日にね東京9ホールの練習会もねやられているみたいなのでね、まあ、本当に、よかったら行きましょう、チームの方にも、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。勝手に宣伝しちゃってすいません。さあ、そしてね、最後に寄ったのがね、福島県民ぽいチームなんですね。福島の、福島による福島のための、あれどこかで聞いたことある、これね、聞いたことあります。福島ズでしたっけ、ですよね。まあ、ちょっとね、震災の時にね、埼玉の方のラジオ局の方にもね、この福島ズさんがね、来た覚えがありますね。うん。でね、ずーっとね、全然フレンドじゃなかった時から、このね、工場っぽいさん、工場さんがね、なんとなとかでね、まあ、工場つながりだ、挨拶をね、くださっていたんです。うん。んで、いつか関わりたいなーって思ってた時に、たまたま小橋がね、ゴールドスターチームに留学行った時に、この福島チームのね、F さん、もうゴールドスターの方にね、留学に来て、うわー、僕コーバさんと話したいんすーって言ったらね、つなげてくださってね、でね、ほんとそこからねやり取りして、ね、今回、まあ、ほんと短い時間でしたけどね、関わることができました。ここでもね、歓迎カジュアルね、あんまり小橋9ホール得意じゃないんですけどね、東京9ホールで開催していただいてね、まあ、最後コーバさんが1位でね、残念ながら F さんが多分1位だったと思うんですけどね、7ホール目で落ちちゃって、でコーバさんが1位で、小橋が最後アルバ決めたら逆転優勝だっていうところでね、最後11センチ。スピンが足んなかったんですよね。で、コーバさんが優勝ってことでね、本物のコバコーバは、コーバさんっていう感じでした。なんつってね。はい、こちらもね、留学生も募集しているっていうことなんで、皆さんよかったらっていう感じですね。まあね、ほんとね、いろんな方と、ほんともっと行きたかったんです。もういろんな、皆さんがいる、あそこのチームとか。あなたがいるチームとか、あなたがいるチームとか、あなたがいるチームにも行きたかったんですよ、本当は。うん。なんですけどね、ちょっとね、今回ね、時間がなくてね、大型アップデート期間中はね、と年末年始はやっぱ自分のとこにいた方がいいと思ってるのでね、また年明けね、しばらくしてからね、また旅に出れたらなぁと思いますのでね。はい。で、そんなこんなの、その、フレンドさんですね。はい。あ、その前にね、もっとね、やっぱね、やっぱいろんなミンゴルファーさんのお名前をこの動画でね、呼ぶべきだなっていうふうに本当に思いました。このね、一週間。うん。ね、本当にね、フレンドさんの順位もね、ちょっとサボり気味だったしね、どんだけーを待ってる人もね、いるようなのでね。本当かな。はい。これからもたくさんのね、方のお名前が呼べるように、していきますのでね、よろしくお願いしますね。で、そんなこんなでフレンドさんですね。フレンドさんは、ですね、今ね、撮影が日曜日の夜なんですけど、いいですか？この動画を見て、12月18日の月曜日の夜8時時点で、まず、フレンド承認してください。チーム名検索で大学っていう風に、そうね、小橋ミンゴル大学がね、なんか、小橋って打つと、もしかしたらね、C の変換とかで出てこないかもしんないんで、大学って打つとね、多分上位に出てきますね。何個かあると思うんですけど。んで、一応リーダーやらせてもらってる小橋を選択して、ミンゴルカードでフレンド申請をまずしてください。で、でですね、
ご自身の名前の最後に、ちょっと10文字の方は減らしていただいて、C をつけてください。いいですか？例えば、P さんだったら PC とかね。めんどくささんだったらめんどく、あ、違うか。違うな。喜ばさんだったら喜ばしいとかね。あ、違うか。っていうね。とにかく、アルファベットの C を最後につけてください。で、小橋、明日の仕事終わり後、8時に終わってればいいなっていうところで。12月18日の月曜日の20時の段階で、フレンド申請一覧を見ます。で、最後に C がついている方、あ、もともと C ついている方は CC にしてくださいね。最後に C がついている方がいたら、申請が早い順に承認していきます。いいですか。で、この動画を12月18日月曜日の20時以降に見た、あーどうしようって方も一旦やってみてください。もしかしたらね、だってこれ配信しておそらく20時間とか後の後のことなので見てない方もいらっしゃると思うので、C が、あ、ついてる申請された方が4名、ね、明日の20時時点で揃わないかもしれないんでね。なので、諦めずに、つけてください。何かしらでいっぱいになりましたっていうのもね、おかげさまでいっぱいになりましたっていうのも、伝えますのでね、よろしくお願いします。4枠空きましたのでね、こんなことはめったにないのでチャンスでございますよ。大事な大事なアタックチャンス。はい、というところで、最後かな。なんか、48時間限定大型アップデート直前スペシャルギアガチャが来ましたね。なんと1、2セット目は通常の半額の3万コイン。で、AM4 時にリセットっていうことでね、今が17日に、やったら18日も19日もってやるほどね、計60連は半額で回せるのね。まあ、小橋これは回そうかなって思いますね。半額なんでね。いっちゃえ、その前に、まあ、2倍ですし、キングダムショットクラブ2だろうな。まあ、60連ね。当たるかどうかわかんないんですけどね。まあ、いっちゃいましょう。イェイイェイ。コインは6000減りましたね。おーい。おーい。おー、よかった。6000減ったから、新ギア1個とプラチナ2個、あ、1個とかかな。いや、どういう基準なんだろう、これ。ちょっと見てみましょうね。はい、変換。変換。変換。さあ、プラチナが来ましたよ。はい、バスンとな。はい。おお。いや、ここら辺で新ギア来そう。ね。こんな感じかな？そうですね。3000消費されるってことですね。さ、通常の半額が2回目なのでね。まあ、これだけ。もう一回やって。うおっと、結構減ったぞ。ただ、プラチナちゃんは？よかった、いた。全部新ギアだったら悲しいな。って感じですよね。ただ、新ギアが多そう。2倍ですからね。おし、変換。さあ、プラチナ来たぞ。はい、バスンとなーん。ハーベスト！ハーベスト！ハーベスト！イェイ！クラブも来いよ。クラブも来いよ。クラブも来いよ。はい、ビスカース。お、変換になる。もうちょい来て。あ、もうちょい来て。うわ、もうちょいプラチナ来て。やっほい。おし、来た。ハーベストクラブ。はい。あー、もうないか。うん。まあ、まあいいでしょう。まあいいでしょう。
またね、なんかボールだけいっぱい持っちゃう小走りになっちゃうんですけど、まあいいでしょう。ハーブレストが来ましたよ、ハーブレスト。ハーベストパワーショット。無風で、この時点で、413ヤード。で、ポイント高い。ちなみに、クラブ持つと、もっと高い。いいですね。欲しいですね。極みステーブル。ショットの精度。うわー、これ、セットで欲しい。ロングパットの名人か。あ、ちなみにショボでも打てるか。欲しい。クラブが欲しい。何持ってクラウンか。いやー、あのユニコーン以来ね、クラウンしか当ててない。ほんとクラブ当てないよなー。まあ、贅沢かもしんないですけどねー。ねー。まあ、何回使えるかもしんないんでね。楽しみでございますね。いやー、なんかガーランドとかも結局セットになる前にもうっていう感じになっちゃいそうなんですかね。はい。まあ。まだね、まだ、時間があるんでね。あと20、あと20連があと2回ね、半額で打てるんでね。当てたいなーっていう感じですね。さあ、アップデート前、もしかしたら最後の配信になっちゃうかもしれないですけどね。年末年始もビンゴール楽しんでいきましょう。以上、小橋でした。バーイ。